はい、時間がないので河原の幽霊の噂聞きましょう。今日中に行きたい。トゥン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 、玉川に夕方になると霊が出るんだって。うん、出ない。身も蓋もねえなこいつ。でもね、瀬川くんが見たって言ってたんだ。女の人が裸足で立ってるの。ただの人。岩瀬たちは見たら取りつかれるって。じゃあ行くな。それはそうなんだよ、正論だけど。そんな、今日機嫌悪いでしょ。サンゴ別に。どっか体調悪いの？おい、やめろ。死ね。玉川行こう、玉川一級河川。よし、行くぞ。すぐに行くぞ。で、時間がね、時間がね。行くぞ、行くぞ、早く。メロスをどっかに繋ぎたい。メロスをどっかに繋いで、確かここの金網、ここの金網に繋げなかったかな。ここ、ここ、ここに、ここ、ちょ、ちょ、ちょ、行き過ぎ、行き過ぎ。この辺確か繋げたと思うんだよ。ちょ、ストップ、ストップ。あれ、ちょっと、この辺繋げなかったっけ。あれ、あ、ここ、ここ、ここ。早くして、早くして、早くして。行くよ。時間ないからね。帰っちゃうからね、この子たち。行くぞ！お前ら、ついてこい！ここ、ここ。ここね。はいはいはい。なんだ？確かこっちから橋の下に出れるはずだ。もう何も見えない。噂通り女の人がいたらどうしよう。大丈夫。何も見えないから。行こう。え、行こうよ。行こう。早く。危ね。あ、こっちでいいのか？女性います？あれ？女の人がいる。いる？あ、こんな明るくないよ、今。あの人、裸足だ。本当にもしかして、河原の幽霊？間に合うかな、これ。会話。あ、いるわ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 。こんにちは。あの、すいません。うん、きょあやり直すか。あの、すいません。どうだ、間に合うか。あの、すいません。あの、すいません。あ、もうこれでいいのかな。特に何も喋ってくれないと。もういいよ。で、相談間に合ったかな、ギリギリ。玉川、玉川。もう誰も僕の話聞いてないんだから。え、もう一回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 。で、更新されない？あれ？これ、もう帰る流れになる？あの、すいません。あれ？これ、もう帰る流れになるな。え、これでいいのかな？これまたなんか起こるでしょう。これまた窓の外に女の人か？いや、砂嵐？の音？ああ、いや、怖い、悪化してない？これ。え、いないのかな、お母さん。いやいやいや、この時間の鳴らし方よ。どう考えても不審者でしょ。え、行くの？絶対ダメよ、開けちゃ。嘘でしょ？出るなよ。絶対出るなよ。どなたですか？いやー、嘘だ。え？開けるわけねえだろ、バカ。いやいや、ダメダメ。なんで覗き穴とかないの？開けないよ、バカ。開けるわけねえだろ。剥げるわ。開けたら。全部の毛が。いや、でも開けても誰もいないんだろうな。怖っ。え、これって大丈夫なやつ？ちなみに。大丈夫なやつなんですか？悪化していってるんですけど、どん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 。100日待たずに死なない？お前一旦セーブしよう。6月5日金曜日。まあ、今日は特に何もやることないんで、どうしようかな。まあ、くるみにでもしとっか。よっす。元気？
ニーハオペッツ、私は誰？ね、ジェリーちゃんなのね。あったりー。アモーレペッツ、私は誰？クッキーちゃんなのね。まあ、いつものやりとりだな。あったりー。私たち仲良しだよね。これ前見たな。うん、そう、仲良し。お、平内。あ、椎名、稲垣に絡まれてる。ねえ、何の話してるのかな。これ稲垣、あっち行ってよ。まあ言うだろうね。ブチギレでしょ。今あなたの分かんない話してるんだから。くるみお邪魔なのね。別にいいじゃんか、椎名は害ないよ。なんでこんなやつも肩持つんですか。友達の友達にかっと、そんな言い方すんなよ。平内さんだって知ってるでしょ。こいつがクラスのみんなにどういう風に見られてるか。知らない、興味ない。あんたのアニメの話と同じくらいね。言ってやれ言ってやれ、もっと。あ、でもなんかいつか直接ブチ切れてきそうだよな、あいつ。なんか稲垣を叩きのめしてすっきりする話とかないのかな。椎名さん、ちょっと行かないで。やだ、どうせ同じ話でしょ。話があるから。うるせえ、いつも同じ話じゃねえか。ねえガリベン君相変わらずえぐいな。ガリベン君じゃないように一直の日誌つけてるだけ。いじめられてないな。お、椎名さん、そんな言葉誰に聞いたの。毎日に日直じゃんこいつ秘密なのよ。心配だな。なお、なんか本人が感づいてないだけで普通にいじめにあってる可能性あるぞこれ。はい、放課後なんだけど、河原の幽霊の噂。あれ、最後まで会話できてないのかな。どうなってる。玉川、玉川、できてないっぽいよなこれ。もう誰も僕の話聞いてないんだから。どうしようかな。くるみで行ってみるか。まあ、セーバーしてあるしな。あ、いる。あ、いるね。また来てるよ。あ、でもまた来てるって言い方的にやっぱり裸足め。やっぱり来てるって言い方的に一回会ったフラグは立ってるんだよな。こんにちは。あ、なんかいる。足元に水子みたいなのいる。ねえねえ、なんで話なの。ねえってば。なんかいるよね、チカチカ。よいしょ、足元失礼します。何？何これ？赤ちゃんの霊？お話できるかな？話してみます。ねえねえ、何してんの？へえ、お母さんなの？あー、なんか流産とかしちゃったのかな？ちょっとデリケートな話だから。毎日来てくれるんだ。どういう話なんだ？兄弟？くるみも弟いるよ、コウくん。なんでお母さんとお家帰んないの。ふーん、じゃあうち来る。やめろ本当にダメだよ、連れてかれるぞ。あー、消えた。あー、バイバイ。で、あ、これでもうこの人と会話はできない感じ。こーんちは。濁った水、汚い川、まるで私みたい。見て。うん、何。それでも水鳥はやってくるのよ、あの男たちみたいに。何の話。こーんちは。それで終わり。濁った水、あー一緒か。ペロ。ちょっとじゃあ相談してみようか。あ、でも更新はされてないんだ。もう一回見てみよう、念のため。玉川一緒か。じゃあ次の日までワープかな。いやー、これはちゃんと理由わかんのかな。えぐい話っぽいけど。ただいま。帰ってきました。ほら待て、ドロンコ。こら、なんだ、新しい、これは。お薬嫌い。
病気じゃないもんね、クルミは。そら嫌いだわ。あ、でももうこれただ寝るだけか。いやー、これナオがエグかったからな。これクルミもなんか来るんじゃねえか、やべえの。ここで読み込みが入ると、あ、入らない。じゃあ明日に行きましょう。セーブしていきます。6月6日土曜日、今日はサンゴちゃんだね。サンゴちゃんで学校パートで、トイレだね、相変わらず。いや、でも噂、ゲームとしては最高のスポットだよな。こんだけ噂が手に入るんだから。紫鏡？ねえユリ、紫鏡って何？それはね、恐ろしい言葉、死を運んでくる呪いの言葉なの。やだ、それ本当？本当だよ。その言葉は二十歳の誕生日まで覚えていたら、どこからか手に注射器を持った白衣の男がやってくるの。前唾だな。そしてその男は緑色の液体を体の中に入れるんだよ。そうするとね、だんだん髪の毛が抜けていって、爪が剥がれたり目がしぼんだり、気づいた頃には医者に行っても助からない。だからこの言葉は絶対に覚えてちゃいけないの。おお、バッチリ覚えただろお前ら。そんな頭から離れないよ、忘れられないよ。でも安心して、呪いの言葉にはね、必ずそれを解く鍵があるの。今からここのみんなだけに教えてあげる。じゃあ俺にも教えてくれよ。平内サンゴちゃんにも教えてくれよ。いや、ねえ岩瀬、さっきの話の続き聞かせてよ。なんだか知らないけど楽しそうだね。平内、紫鏡って知ってる？何それ？知らないなら教えてあげる。この言葉は二十歳まで覚えていると死ぬんだよ。ああ、そう、もう忘れた。強がっちゃって、そう簡単に忘れられるわけないじゃない。ごめん、私物覚え悪いからさ。じゃあこの言葉は？なーに、まだあんの？くだらねえ呪文。踊る赤ちゃん。踊る赤ちゃん？何、ダンシングベイビー？何それ。お腹の中の赤ちゃんがなぜ踊るか知らないと、あんたには顔のない赤ちゃんが生まれてくるんだよな。ほらそらな、そらそうなるわ。はーん、バカバカしい。そらアメリカンな感じになるよ。忘れても構わないけど後悔しないようにね。なるほどね、これが新しい噂かい。死の言葉の噂を手に入れた。ねえユリ、踊る赤ちゃんって何？あたしたちもわかんないよ。大丈夫、あんたたちには教えてあげるから。オタコ女が言った後にね。いや、どっちも性格悪いな。防御型の性格の悪さと攻撃型の性格の悪さだからな。最強の盾と矛だよこいつら。ああ、先行。先生、先生、先、先生、すいません。なんだ平内、また今日も忘れ物か。やだな、ちゃんと持ってきてますよ。ああ、これ前もした会話だな。多分。あ、忘れた。はい、じゃあ放課後なんじゃが、カーラの幽霊の噂は更新されてないよね、特に。あ、でも音楽変わってる？あ、一緒か。玉川、玉川。もう誰も僕の話聞いてないんだから。これ心配だな。全然更新されないんだけど。で、今日はサンゴでまた河原にまで行きます。死の言葉の噂は始めるときに見よう。じゃあ、行ってきます。おお、いる。もしかして、あの人？何あれ、裸足じゃん。確かに普通じゃないみたい。え、まだその話？ねえ、サンゴ、戻った方が。いや、行こうよ。うるさい、黙ってろ。ご機嫌が今日も悪いね。じゃあ、ちゃっちゃかちゃっちゃか、女性の方。なんかいない？あ、あれ、水鳥か。びっくりした。会場になんかいかついのいるかと思った。すいません。おーい。あれ、でも何も話してくれな、いいな。おーい。え？これなんか聞こえてんの？解決できるのかな？かなり心配なんだけど。
すいません。川見てるのよ。暇な大人もいるのね、この不景気の日本に。GDP は下がる一方です。まあいいか、私には関係ないし。ガンガン喧嘩売れ。悲しい時があるの。毎日やん。心が死んでしまったみたいに涙も出ないほど悲しい時が。わかる、それは痛いくらい。あれ、わかるの？けどさ、サンゴに人の心あんの？もう元に戻らない。壊したのは私なのにね。でも仕方なかったの。あのまま時間が育てば不幸の数が増えていくだけ。あがなうなんてできはしない。決して元には戻らない。今の私にはこうすることしかできないの。ここにこうやって立ち尽くしていることしか。ん？わかんねえな。あのさ、濁った水、汚い川、まるで私みたい。見て。それでも水鳥はやってくるのよ、餌を求めて。あの男みたいに。ああ、一緒だな。見て。それでも水鳥はやってくる。ああ、これで最後かな？全部聞いた感じ？ふーん、なんじゃい？って感じだな。これで今、相談の更新は、ああ、されてる。よかった。汚い川、まるで私みたい。なあ、このセリフどう思う？どうって、わかんないけどさ。幽霊じゃなくて、普通の人だったよね。悪いけど、お化けとかそういう話してるんじゃないの。いくらひるみが田舎とは言っても、私はね。ああいう大人がいて、ああいう自己陶酔なセリフを、喋らせといていいのかなってこと。きっと悲しいことがあったんだよ。でも何があったのか知りたかったな。なんかずれてるな。そりゃ誰だってそんな時あるよ。私が言ってるのはゴニョ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 。なおさ、あんた腹立たないわけ？でもその怒り方はいつもの感じだね。なんか安心したよ。サンゴ、この間はすごく変だったからさ。ちっとも通じてないよ。まあいいや。次は私、あの女と決着つけるから。邪魔しないでよ、なお。お、何？決着つけるって。なんだ、決着つける。まだ続くのこれ。汚いか、まるで私一緒だな。これでもう一回話しかけてみるよ。いい加減帰ったな。ごめんなさい、一人にしてちょうだい。あ、でも決着つかないじゃん。ここまでか。ごめんなさい、一人にしてちょうだい。なんか敗北した気分。特に相談内容も更新されないよね。汚い川、まるで私みたい。なお、このセリフどう思う？どうってわかんないけどさ。幽霊じゃなくて、ああ一緒か。じゃあ今日はここで終わりかな。あ、なんか喋ってる。私のうちさ、親が共働きで結構苦労してんだよね、中学生としては。そう、もう一回張り直してみたんだけど、なんか会話は変わってるな。私思っちゃったの。毎日顔を見てるだけで生活できるのに、どうして自分のこと不幸とか思える大人がいるのかなーって。それは人それぞれじゃない？そうね。あなたのこと言ってるって分かってる？この傷の痛みは子供には分からないのよ。子供また来たよ。また汚らわしい水鳥が来たわ。あの鳥が来るたびに私はもっと不幸になっていくの。ああ、でもなんかこういう人いるよな。ちっとも聞いてねえよ。おい、おばさん、サンゴやめろよ、失礼だよ。もっと行け、もっと行け。やめないよ。売れ売れ、喧嘩。私本で読んだんだから。何を？これ以上人間が増えると地球がやばいって。お前も大概だな。それでもさ、そんなこと言われてもさ、私は絶対にやりたいことがある。私生きてる理由があるもん。けど、そんなに不幸で何にもしたくない人が、どうして生きてられんのよ。ああ、まあちょっと気持ちはわかるな。地球の未来はそんなに明るくないんだよ。たった一人の不幸がそんなに重いはずないよ。おお。私今自分が怒ってる理由がわかったわ。ねえ、教えて。どうして私がそんな風に言われなきゃならないの？
あなた誰？どこの子？何も知らないくせに。そりゃそうだよな。誰だお前だよな。確かに知らないし知りたくもないよ。そんな耳っちい話。ひどい。ちゃんと話しなよ。どうしてみんな私ばかり傷つけるの？こういう人って結局自分で自分を傷つけてるんだよな。大人のくせに甘えてんじゃねえよ。甘えてなんかないわよ。ガキのくせに。おう、やれ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 、殴り合うか。あの屈辱的なベッドの上で、まあそんなこったろうと思ったけど、誰も来てくれなくて、たった一人で。そんな痛みだって絶望感だって喪失感だって何にも知らないくせに。私だって好きでこんなことしてるわけじゃないんだから。あいつさえちゃんと責任取って結婚してくれれば。そうよ、あいつ、あいつさえちゃんと責任取ればこんなことしなくて済んだのよ。なんで私ばっかりこんな不幸でなきゃならないのよ。ちょっと、この時間ならあいつあの女の家にいるわよね。おお、言ってやれ言ってやれ、訴えてやる。あいつは私がすっかり諦めたと思ってるけど、私だってまだ死んだわけじゃないんだから、絶対に許さないんだから、私のこれからを取り返してやる。おお、殴りに行ってやれ殴りに行ってやれ。いやいやいや、歌いながら行くか。俺たちもサンゴも行ってやれ、殴んの得意でしょ。行ってらっしゃい、行かねえのかよ。そこは素直に見送るんだ。あ、これで解決したんじゃない。あ、これでもよかったね。すげえいい終わり方じゃん。どう、見た、やっつけたよ玉川の幽霊。サンゴ全然知らない人になんてこと言うんだよ。関係ないでしょ。知ってる知らない、怒ってたじゃないかあの女の人。いいんじゃないの、前向きになってたじゃん。人間切れた方がいい時ってあるんだよ。あれだけ怒れれば問題なしだよ。本当にそう思う？私的にはね。まあ、こっから事件に発展する可能性はあるけどね。あ、でもこれで解決にはならないんだ。あ、まあでもかなり進んだとは思うんだよな。お、これは知らないな。何があれ置いてあんだ、ペットボトル。汚ねえ部屋だな。いや、まあ本とか結構。また泣いてる。姉ちゃんまた泣いてんじゃん。お、サンゴの体重は。あっちゃー、そんなペットボトルのジュースとか。おお、これなんかあるぞ。なんすか、なんすか、電話。いつか来ると思ってた。砂嵐。心霊現象といえば砂嵐みたいなとこあるよね。ポピュラーな心霊現象の一つだよな。スタンダードポルターガイストだよ。これで終わり。わー怖ー。6月7日日曜日、日曜日どうしようかな。たまにはサンゴとかにしてみる。やっぱクルミが気になるところではあるんだけど、サンゴの日曜日とかもうクソどうでもよさそうだもんな。なおの、いや、もうクルミが気になりすぎるんだよな。やっぱクルミっていいっすか。クルミばっか見ちゃうな日曜日。クルミ早くしたくなさい。これまたあれかな、新しい先生のとこに行くのかな。あ、やっぱそうだ。嫌いなんでしょこの先生。ほれくるみ、先生にちゃんと答えなさい。肌で分かってんだよこの医者はヤブだって。くるみは肌感で分かってるんだよな。本当にすみません。謝ることはねえよ、先生が悪いんだよ。竹彦さんにはよく懐いていたんですけど。言わなくていいよそれ。私には竹彦さんのやり方がよくわからなくて。竹彦さんとか言っちゃダメだよ、何々先生っていいなよ。先輩は一個の人間としては尊敬しています。一個。しかし医者としての立場となると話は別です。何、そんないい先生ではないの。そんなことないよね。先輩は治療を放棄している。ブルミちゃんの未来を奪おうとしている。ああ。
バチバチ対立しているんだな、考え方的に。同じような悩みや苦しみを持つご両親の気持ちを。本当の意味で分かってはいない。それなのに、なぜくるみは。どう言って聞かせたらいいでしょうか。気になさらないでください。気になさらないでくださいが一番難しいよ。僕は今すぐくるみちゃんに感謝されたいとは思いませんので。ああ、でも後々は感謝されたいと思ってるんだ。本当にすみません。結構自己顕示欲の強い人なんだな。まあ、ともかくことはまだ始まったばかりですよ。自己肯定感ってやつが低いのかな、この人。なるほどね。で、あ、更新されてるね、変わらない幽霊の噂。あの女の人、もう見なくなったって。あ、なんか事件起こしてない？例の玉川の幽霊。あんたのクラスではまだ幽霊になってるわけ？そうみたいだよ。でもあんなにきついこと言って思ったけど、帰ってよかったのかもね。よかったんだよ。ま、そういうこと。自分はなんて不幸なのとか、そんなこと考えてるより動いた方がよっぽど前向きだもん。まあそれはそうだね。あの幽霊のおばさんにとってもこれでよかったんだよ。うん、お母さんが帰っちゃったからもういないよ。チビの兄弟。お前にしか見えてねえんだよ。ふーん、よかったね、椎名さんも。変わらぬ幽霊の噂を解決した。お前にしか見えてねえんだよ、それは。いや、今回もよかったな。寮、あ、でも青寮だ。どうなんだろう、これって。え、どういうことなんだろう、今の青寮。青寮って初めてだよね。なんか進め方ミスったのかな、ちょっと変だったもんな。まあいいや。はい、じゃあ今回はここまでで終わっておきまして、次回この死の言葉の噂をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。またね。